気がついたのは2週間前2週間ぐらい前ですね。別の先生のこと一回見に行ったんですね。どうでした？いいですね。しようってやりました。はい。で、再発でして、で、引っ張って取れれば取るんですか？再発？はい。前に2016です。増えましたね。最後に出て2016年から70は増やしましたね。テレットをちょっと増やした。まあ、ペレットはだからこの子を今何グラム食べます、はい、15ですね。15が2回、はい、15が2回ですね。まあ2086、まあ、2キロあるから40ぐらいやっても悪くはないんですけどね、はい。チモシーは？チモシーは、難しいですかね。この、だから、バサってなってるんで、重さは測れないですけど。その重さが高かった方がいいですよね。はい、で、はい、野菜もあげてるんですか？野菜も、はい。野菜はどんだけあげてます？野菜は、まあ、理想は、チモシーは体重の 2% 以上。はいはい、はい、ペレットは体重の 2%、はい、抗繊維ですね、はい、20% 超えて、繊維が 20%、はい、野菜は体重の 1%、はい、だからまあ2086だから2100と考えて、はい、まあ、野菜は21です、ペレットは21を2回、はい、チムシは21、42g 以上食べてほしいですね。はいはい。で、前手術したことあるんですか？ですね、その時も取れるまで、うん、置いておいて、取れるまで引っ張って取れるみたいな。どこ中？これです。こんなでかいの？毛玉じゃないの？毛玉じゃないですね。で、前は引っ張って取れるまで置いておいて、で最後ピンで引っ張ったら取れて、根が取れたんで良かったんですけど、で今回も見つかってからそんなに経ってないんで。この2週間前とさ、今日と比べて、その時の腫瘍ってさ、検査してもらった？してないと思いますね。はい、で、まあ、手術して取るか、そのままにしとくかって言われて、26、23、なってんのこれ。そうなんですよね。本当に強くなる。こんな風に、前もこの場所にできた。この場所だったと思います。こんな感じで、はい、根っこがある感じですね。で、毛となんかこう混じり合ってるような感じ。どう絡まないと、繋がってるんだ、これ。あんまり調子は悪くなさそうなんで、ご飯もちゃんと食べるし。4歳と4ヶ月。4歳、4ヶ月ですね。まあ、基本的に腫瘍があった場合は、はい、まず点があるかないかを確認します、はいはい、だからレントゲン取って、はい、まあ、胸や肺に転移する場合がある、はい、それから触らさせてもらって近くのリンパ節、はいはい、例えば鼠径リンパとか、はい、膝裏の皮下リンパとかね、はいはいはい、でもそこは触ってない、はい、リンパ節には問題ないから、はい、そうするとあと胸の写真、レントゲン撮って、はい、転移があるかないかは確認した方がいいと思います、はい、まあ、あるんだったらさ、はい、反対に言うと、あるんだったらもう外科の適用にはならない、はい、あ、そういうことですか、ね、でないんだったら外科の適用になる、はい、ただし、うさぎさんの場合は、
まあ、手術するのは5歳未満の子ですね、はいはい、もう5歳で明らかに過ぎとったらさ、うん、まあ、まあ、死ぬリスクがあるから手術はしない方がいいかなと私は思うんですけどね、うん、だから今4歳4ヶ月だから、うんあんまり意図しない方がいいかなとは思ってるんですけど、いや前ポロッと取れたんだったらさ、これと同じようなので、はいはい、様子見てからでもいいですよ。ただまあレントゲン取って胸の確認はしてもいいんじゃないかなって気がするんですけど、そういうことですね。どうしましょう、レントゲン、あ、取れますか、取れますか、じゃあちょっと取りましょうか、取っていただいていいですかね、はい、分かりました。取って何かあったら薬を飲むんですかね。あ、お薬、そうですね、このもし今度取れたらね、はい、この腫これ腫瘍をさ、はいはい、病理検査に出しましょう。ああ、そういうことですね。その方が絶対いいかなと思います、はい、対応の仕方が変わってくるかもしれないからね、はい、うん、それからあと、うん、お薬に関しては、まあ例えばあのちょっと腫瘍の成長を遅らせるような薬とかね、はい、そういうのを飲んだり、うん、それからあとは温熱療法って言ってここに、うんうん、あの光を当ててね、で腫瘍自体をちょっと温めてやって、うん、そうすることによって腫瘍細胞がアポトーシス、自殺するから、うん、成長を遅らせる、うん、そういうことはやってます ね、 あの手特に手術の適用にならないけど、少しでも成長を遅らせるようにですね、うん、ちょっと顔貸してください。はい、OK、 じゃあレントゲン撮りますね、はい、でこの場で現像しますんで、はい、ちょっと時間ください、ね、あ、分かりました、はい、で一応あのもう4歳4ヶ月だから、はい、胸とお腹、うん、で胸の時に一緒に頭も撮ります、はい、そうすると、うん、奥歯のことが分かるんで、うん、そこら辺、はい、だから胸とお腹と撮ります。はい、多分そうですよ、レントゲンは2枚か3枚になります、はいはい、1枚3000円になりますけど、はい、よろしいですか、はい、わかりました、はい、はい、じゃあちょっと準備してください。